久保さん、今回領、大統領の領、自分のものにする、手に入れる、占める、支配している土地、フランス領。うん、今、領土をね、まあ、ロシアは領土を奪ってるんじゃないかなとは思うんですけど、どうですかね。うん、まあ、その、自分の領域っていうね、領域っていうのもいいと思うんですけど、自分の領域。うん、ここを広げていくっていうのはね、すごくいいと思いますね、自分の領域。例えば、まあ、これ、今、昔はハードディスクっていうのが、なんとかメガバイトだったんですけど、今、1ギガとかになってね、それを超えてなんとかテラとかになりましたけど、昔の領域、容量って、まあ、フロッピーディスク、マックス、それぐらいだったんですよね。でも時代って、その、なんか今、こんなチップにね、めちゃめちゃ入るわけじゃないですか。すごくないですか？時代の領域はどんどん増えてるわけですよ。だからこれからも多分、今 SSD、ハードディスクじゃなくて SSD に変わってるんですけど、SSD の領域もだんだん増えてきました。昔は、ちょっとしか領域なかったんだけど、今、SSD でも2テラ入るとかね、SSD で多分 Amazon で2テラ入るとか出てきてるんですけど、4テラ探せば4テラとか出てきてるかな。まあ、僕はSSD で8テラこれ入ってるんですよ、今ノートパソコン。でも昔 SSD で8テラなんか入らないですからね。これも SSD でもう何テラ入るとかもう余裕でどんどん容量増えると思うんですけど、まあ、これも時代の進化でどんどん領域っていうのは増えてるんですね。ただし、自分の頭の領域っていうのは勉強してない人は増えてないですし、自分の固定概念、価値観、自分の今の常識の中で生きてる。そして新しい領域が出てた時に批判する。まあそれを繰り返すと。で、なんで批判するのかっていうと、自分の領域が狭いからですよね。うん。だから僕が良かったなと思うのが、勉強してきてその頭の領域を増やしてきたから、これからも増やし続けますけども、その選択を受け入れられる領域ですよね。でもその領域が少なかったら、その受信、まあ、速稼塾に受信力っていう言葉がありますけど、この領域が小さかったら、受信力があっても、領域ここしかないので、ここしか入んないんですよ。でも、受信力っていうのは、言い換えると、領域と言っても過言ではないかなと。どれぐらいの幅で受け取れるのかっていう。これぐらいしか受け取れなかったら、これしか入らないですからね、領域が。まあ、ハードディスクとかも分かりやすいですけど、1テラ以上入んないじゃないですか。1テラバイトのハードディスクだったら1テラ以上入らないんで、どう考えても1テラなんだか容量が。だから受信力っていうのは自分の領域を広げていくっていうこともイコールなんじゃないかなとは思いますけども、まあね、この受信力を生み出した速稼塾の久保哲郎は、ここにどう指してくるのか、一手を指してくるのか、見ものですね。いってらっしゃい。